はい。皆さん、こんにちは。年間行事予定の2022年度版を公開しました。で、使い方は、まずこの YouTube の概要欄の URL をクリックします。はい。そうすると、ドキュメントのコピーと出ますので、コピーを作成をクリックします。はい。そうすると、この2022年度版の年間行事予定表が表示されます。で、まず、祝日を設定してあげます。で祝日は、このカレンダーのこっちですね。 はい、この部分にあります。で、基本的な祝日はこちらに設定してありますので、例えば会社だとか学校の特別なね、例えば創立記念日とか、例えば5月の10日、創立記念日とか、はい、入れてあげると、はい、そうするとカレンダーの方にも5月10日が、はい、このように黄色くなります。で、祝日が設定できたならば、次にカレンダー ID を設定してあげます。 で、これはどのようにするかというと、はい、この Google カレンダーを開いて、はい、で、カレンダーが開いたならば、はい、こちらですね。はい、こちらの他のカレンダーの横のプラスをクリックして、新しいカレンダーを作成します。今回は2022年度とします。で、これでカレンダーを作成してあげます。 はい。で、これでカレンダーが作成されましたので、はい、今作ったカレンダーですね。これを開いてあげます。はい、ここにありますね。2022年度。はい。で、そうすると、今この下の方ですが、カレンダー ID というのがあります。はい。で、このカレンダー ID を、はい、ドラッグして、はい、コピーします。で、これを、このスプレッドシートのカレンダー ID、ここに、 コントロール V で貼り付けてあげると。はい、これで準備ができましたので、一度作成をクリックして、はい、スクリプトを有効にします。承認が必要とありますから、続行をクリックして、はい、そしたらアカウントをクリックします。はい、詳細をクリックして、安全でないページに移動をクリックします。はい、で、許可をクリックします。 はい、これでスクリプトが動くようになりました。で、あとは予定を入れてあげます。はい、で、予定の入れ方なんですけど、例えば6月1日に、はい、あーと予定と、い,いーと予定。これ、ンまでね、区切ってあげると、はい、このように、はい、3つの予定が入れられます。で、次に予定の時間の指定の仕方ですが、次のようにします。例えばここに、はい、えーと入れて、 はい、小なり、例えば朝9時から、はい、ハイフン、例えば10時まで、で、大なりと。で、カンまで区切ってあげて、例えばおおと入れて、はい、小なり、例えば14時から、16時まで、はい、で、小なりと。 はい、このようにしてあげると、時間を指定して2つの予定を入れることができます。で、エンターを押します。で、この予定を Google カレンダーに書き込むには、この年間行事予定のメニューから、カレンダーへ書き込み実行、これをクリックします。そうすると、このカレンダーを Google カレンダーに作成して良いですか注意、この操作は取り消せませんということで、OK をクリックします。はい。今スクリプトを実行しています。 はい。で、書き込みが終了しましたので、はい、早速確認してみます。はい。それでは、このカレンダーですね。Google カレンダーの2022年の6月。はい。これを見てみましょう。そうすると、今、このように予定が入りました。で、この2日目は、はい、このように時間がね、はい、指定されて入っています。はい。それから、はい、これはこのように入っています。 はい。それで、この年間行事予定の自動書き込みなんですけど、これ削除機能がないので、カレンダーを削除する場合には、はい。こちらのカレンダーを全部消してあげます。例えば、今2022年度と作りましたよね。この2022年度の横のバツですね。これをクリックしてあげて、リストからカレンダーを削除としてあげます。はい。そうすると、これで予定を削除することができます。 で、もう一度書き直す場合には、はい、他のカレンダーのプラスから、はい、新しいカレンダーを作成して、で、もう一度ね、2022年度と、はい、こうしてカレンダーを作成します。はい、で、作成ができたならば、で、このカレンダーを、はい、3点リーダーから、設定と共有をクリックして、はい、こちらから新たにこのカレンダー ID ですね、 はい。これは先ほどと違うものになります。で、これを、はい、ここに入れ直してあげると。はい、Ctrl V で入れ直してあげて、はい。で、これで新たにもう一度、年間行事予定からカレンダーに書き込みをしてあげます。はい、で、OK をクリックします。はい。そうすると、このようにカレンダーに書き込むことができました。はい。いかがでしたでしょうか。はい。新年度の予定など、この Google スプレッドシートをちょうど入して、 まあみんなで予定を組むと非常に楽ですので、ぜひご活用ください。それではまたじゃの